それではただいまより金子明宏選手のインタビューを始めます。まず本日の試合を振り返っていかがでしたか？まず、ちょっと倒したかったね、本当に。まあ、そこが倒せなかった部分で、まあ、自分はまだまだだなっていう、まあ、そこに向き合っていこうと思いました。はい、ありがとうございます。対戦相手の印象はいかがでしたか？いや、やっぱこう、見てる通り距離もうまいですし、なかなかこう、当てらんないなと思いましたね。ありがとうございます。プレスの方からご質問はございますか？お願いします。一番感じたのはやっぱりうまさの部分でしたか？まあそうっすね、うまさ。いや、一番感じたのはローをカットした時に膝痛くて、やっぱカットして痛いっていうのはすごいっすよね。今ダメージのある足はロー、はい、ロース、はい、はい、重かったですか？重いってか、なんか薄いったと思って、はい。倒せ、まあ倒すと公言してて、はいはい、倒せなかったっていうところで、はい、がやっぱり勝てた嬉しさに勝る感じですか？まあそのやっぱ有言実行できなかったっていう、そういうところはやっぱこう、まあまだ選手としてまだまだなっていうのもあります。はい、マイクでも言われてました、触れられてましたが、前の試合で久村選手が勝利し、それは見れたんですか？見ました、見ました、はい、はい。それでなんか気持ちに変化とか何かありましたか？やっぱこう、俺はこの、まあ、倒してしっかり強さを証明しようと思って臨んだ一戦だったんで、まあ、そこの部分でこうまだまだなっていう、はい。これでまあ、次の挑戦者は濃厚だと思うんですが、はい、そこに関してはいかがでしょうか？まあ、もちろんこう鈴木選手が勝ってるんで、うん、やる部分だと思いますし、次はこう僕が倒して、まあ、勝てるように、まあこう倒す倒すって言って今回倒せなかったんで、その断言はできないですけど、まあ、けど倒せるようにこう向き合っていきたいなと思います。ありがとうございます。他にございますでしょうか？お願いします。お疲れ様でした。リング上で、これは全然煽るわけじゃないんですけど、久村選手が他団体のツートップを破ったんで、僕が前K1 の55で一番強くていいですねって言ったことに関しては、ちょっとそれに対して反論というか、まあけど僕に勝ってる相手に勝ったんで、別に間違ったことを言ってるとは思わないです。でも金子選手は久村選手に勝ってるわけですからっていうのはないですか？まあまあまあけど、まあ、言われてもしょうがないっていうのは思いますね。わかりました。ありがとうございます。他にございますでしょうか？それでは最後にカメラに向かってファンの皆さん一言お願いします。まあ、勝てたら勝てたんですけど、まあ、こう倒せる姿を、本当に応援してくる皆さんに届けたかったし、けど、まあ、僕が勝つって、信じてくれたファンの方には本当にこう、まあ、そこは勝ててよかったっていう部分で、まあ、応援してくださってるファンの皆さんのこう期待を裏切らないように、またこうしっかりと、まあ、自分と向き合ってやっていくんで、また引き続き応援お願いします。ありがとうございます。以上、金子選手のインタビューでした。ありがとうございました。